小春立花だよ。10年くらい前まで女子高生アイドルだったけど、とっくに卒業して今は大人だよ。アイドル活動は細々続けてるけど全然売れてないよ。短期のアルバイトをしたり、生活保護を受給したりしてなんとか暮らしてるよ。はあ、新しい衣装欲しいな。でもお金ないから買えないや。10年前の服をまだ着てるからもうボロボロだよ。働くの嫌だな。いつからか誰もチヤホヤしてくれなくなったし、人と会うのが楽しくないよ。立花ちゃん、立花ちゃん。あなたは覚えてる？高校の同級生の霊夢だよ。霊夢ちゃん、久しぶりだよ。うん。元気にしてた？うん、まあ。卒業式以来だね。高校の時はよく勉強を教えてくれたよね。うん。あの頃、霊夢とってもバカで勉強全然できなかったから。霊夢が三流校でも大学に行けたのは立花ちゃんのおかげだよ。立花ちゃんは大学どこに行ったんだっけ？おや？あ、起きちゃった。その子は？私の子供だよ。子供いるの？去年産んだんだ。おやおや、おやおや。よしよし。まったく手がかかってしょうがないよ。不潔。え？私、仕事あるから。あ、そう。うん。そう。ごめんね。今度またね。またタイミングいい時お話ししようね。そうだね。声かけてね。わかったよ。それじゃね。バイバイキン。おやおや。霊夢なんてバカで、浮いてて、私しか友達いなかったのに。いつも一人で漫画読んでてさ。まあ、子供がいるから幸せって限らないし。今の時代特にそうだしね。あの子もかわいそうだよ。お母さんはあんなだし。霊夢は今、お金あるのかな？相手の男はお金持ってるのかな？なんかお腹すいたな。ラーメンでも食べたいな。